皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。どうもしもむでございます。本日の動画はですね、嬉しいニュースとなっております。個人的には嬉しいことがありました。それはね、何かと言いますと、まあある人からね、連絡が来ました。ありがとうまあこれだけ見てると何のこっちゃ分かんないと思いますけど、まあですね、3本前ぐらいの動画に、しもむーちゃん、私のチャンネル、しもむーちゃんの秘密っていうね、タイトルの動画を上げて、そしてある人へメッセージっていうね、動画を通してね、メッセージを送ったんですよ、私がね。そしたらなんとですね、その送った方から、連絡が来ました。ありがたいですね。まあ、その方は誰なのかと言いますとですね、まあ、私が出てたあの FBS 福岡放送の大和という番組で、一緒に、辛い思いを共にした、尾上ディレクターというね、まあ、ディレクターの方から、連絡が来まして、まあ、それなんでメッセージを送ったかというと、実はしもむーちゃんっていうチャンネルの動画のオープニングとエンディングの動画は、その尾上さんが作ってくれたんですよね。それで、去年作ってくれたんですけど、でそれで、そろそろ尾上さん新しいの作ってくださいっていうね、ちょっとメッセージ動画をね、送ったんですよ。まあ、直接ね LINE でやり取りすればいいんですけど、まあ、それじゃ面白くないなと思って、まあ、見てくれてるかなっていうメッセージも込めて、動画内で尾上さんにメッセージを送ったところ、動画を出した1週間後ぐらいにですね、尾上さんから LINE が来まして、あ、尾上さんっていう名前出してごめんね、尾上さん本人はあんま嫌だろうけど、自分の話したいの。でもメッセージいただいて、そのオープニング、その動画に関して、12月でも大丈夫っていう連絡来たんで、もしかしたらね、オープニングエンディングがね新しくなるかもしれません。まあ作ってくれる作ってくれないはどうでもいいにしてよ、私はもう個人的にはね、そうやって連絡をよこしてくれた、よこしてくれたって言い方はね、連絡をくれたことがまあ個人的には嬉しいですよ。なんだろう、気にかけてくれてたんだなって。まあ動画は見てくれたわけじゃないですか、だから連絡くれたわけで、まあ、その気持ちがやっぱりね、嬉しいですね。非常にもうオープニングエンディングを作ってくれるとかはもう正直どうでもいいんですよ。まあ、メッセージをねくれたことが、まあ、12月で大丈夫って言われたからもう全然大丈夫ですよ、いつでも。で返したんですけど、その後は返信はなかったんですけど、相変わらずその辺は冷たい男ですね一つのラリーで終わりましたけどね返信来るかなと思ったけど、それに対しての返信はなかった。まあまあでも非常に、嬉しいですよ。まあね、私にとってはねお兄ちゃんみたいな存在の人なんでね、やっぱりあの人はね、情に熱い方ですよ。うん、もうやっぱりね、人に対してのね、やっぱりね、うん、人情の人ですね、あの人はね、うん、人情が強い人だと思います。だからやっぱね、こういうもうね、だいぶ別れたっていうかね、離れ離れになってますけど、恋人じゃねえけど離れ離れにね、お互い活動しててもやっぱりどっかで心配してくれてるって思うんですよ、尾上さんはね尾上さんそういう人だと思うんですよ。常になんか活動とかも気にかけて多分見てくれてるだろうなと思ったから、俺もこう動画で、発信したっていう。まあ、よく尾上さんは、ね、そのインスタライブとかね、コンビ時代やってた時もね、チェックしててくれたんですよ、いろいろとね。だからね、嬉しいですね。まあ、未だにまだこんな俺のことも気にかけてくれてるっていう気持ちが嬉しくて、これを動画一本にしました。まあまあ、オープニングとエンディングがね新しくなるかはまだ分かんないけど、これでも思ったんですよ、12月でいいって言われて、12月に例えば新しいオープニングとエンディングが、できたとするけども、俺今年中にチャンネル登録1000人いかなければ芸人辞めますって言ってるから、もらったとで1000人いかなかった場合、1ヶ月も使えないって、もしかしたら使えないかもしれないっていう、そんなことはね、しちゃダメなんで、来年用にね、そのオープニングと、あ、これいいね、来年用で使うためにね、尾上さんこうオープニングとエンディングでね、そしたら俺も気持ちもさ、どうしてももうなんか1000人行かなきゃって、しがみつかなきゃっていう芸人っていう気持ちになるんで、ね、より頑張ろうと思える。そうしましょう、勝手にそうしましょうって言ってるけど、まあ、そういう風に、
連絡くれたという動画になっております。まあ嬉しかったという報告でございます。尾上さん知らない人は何のこっちゃわからんと思うけど申し訳ないですけどそういう動画となっております。じゃあまた皆さんもしよければチャンネル登録いいでよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。